ポッドキャスト土屋順次の治療のヒントプラスは、他とは違う結果の出る治療方法、絶対的なパフォーマンスアップが叶う運動療法、治療家が持っておくべき能力とその磨き方などについて、土屋順次がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする番組です。本物の治療に挑戦する日本オランダ都市療法協会がお届けします。皆さんこんにちは。番組ナビゲーターの梅島茂です。じゃあ先生、本日もよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、先生、なんか、ハプニングがあったみたいです。ええー、それはなしでしょう。いや、なんとですね、前回収録したこの、ポッドキャストの番組は全く録音されてなかったっていうハプニングが。練習。ね、梅島さん方々がね。そうですね。僕はもう本当に練習できてよかったなと思います。はい。まあ、いろいろあります。そういう、まあ、いろいろあっての、まあ、ポッドキャストですけれども。じゃあ、早速、ちょっと本日の質問に参ります。はい、お願いします。はい。はい、土屋先生、梅島さん、はじめまして。はい。はじめまして。はい。病院で働いています。はい。膝のリハビリを見ることが多い2年目の理学療法士です。はい。まだ若いですね。はい。歩行訓練をするときに、どうしても膝が安定せずに、リハビリ期間が終わってしまいます。ああ。ホームワークや筋トレを増やしているのですが、病院のプロトコール。ああ、これ、プログラムですね。まあ、マニュアルというか、はい。病院のプロトコール通りに行かないことが多いです。他に参考にする書籍や先輩理学療法士もいないので、どうしたらよいのか途方に暮れています。はい。前回、詳細な情報の上で質問してください。そうですね。前回、はい、言いましたよ。そうですね。とおっしゃっていたのに申し訳ないです。何か参考になるヒントをください。はい。という質問ですね、今日は。はい。でも、まあ、前回は確かにちょっと具体的な質問のような感じもするんですけど、この、膝のリハビリ期間、歩行訓練をするときにどうしても膝が安定せずにリハビリ期間が終わってしまうということで、はい、何か参考にするものがないでしょうかというようなことなんですけれども。参考にする課題みたいなのが、分かってると、はい、その、はい、その種類の、本なり情報を調べると思うんですけども、これ、いくつかちょっと、考えなくちゃいけないところがありまして、はいはい、なんでしょう。はい、まあ、筋肉を鍛えれば、こう、うん、安定しそうっていう、考えが蔓延しますけども、筋肉が、鍛えられても、はい、それ使えるかどうかってまた別なんですよ。筋肉が鍛えられても、それが使えるかどうかは分からない。だから、なんかゴムチューブ使ったりとか、はいはい、筋トレのマシンを使ったりとか、はい、鍛えたとしても、必要な角度でしっかりその瞬間に、はい、筋肉が収縮してないとダメなんで。ダメなんですね。はい。ダメなんで、だからすごく、筋肉も太くて、で、パワーがありそうだと思っても、はいはいはい、それが必要な時に収縮しないと支えられないんですよね。はい、意味がないってことですね。はい。歩行の場合は、はい、まあ、ほぼ膝が伸びてるように見えますけども、はい、実は人って少し、まあ、軽く、はい、0度から20度、30度以内の角度で軽く曲がってるんですね。で、その角度でしっかり、はい、まあ、筋の力がこう出る、あるいはそのついた瞬間に筋が収縮してないといけないという体の使い方を覚えない限り、いくら筋トレしてもダメなんですよ。なるほど。それは、それを知ってるか知らないかですもんね。はい。まずは、そういう、ことがあるんですけども、その時に、ね、はい、じゃあ体重の何倍ぐらい、膝を支えなくちゃいけないか、とかって考えると、うんうん、なるほど。自分が今までやってるの多分病院とかでやられてると、日本の病院ってウェイトのマシンとかなんか、重いダンベルが置いてあるって印象ないんじゃないですか、あ、ないですね。
はい。はい。本当は体を鍛えるのに、場合によっては階段を降りる瞬間のそのドンってついた時って、はいはい。4倍とか6倍とか、体重支えないといけないから、はい。それこそ普通にゆっくりな動作で、重いウェイト、それこそ、自分の体重よりも重い、80キロとかもしかしたら100キロとかを持ち上げられるっていうトレーニングしないといけないんですよ。なるほど。なんですけども、はいはい、ほぼ日本全国の医療施設、まあスポーツって看板売ってるとかさすがに違うところもありますけども、普通の病院だとそういったものが置いてないんですよね。まあ質問してきた方の施設がどんな感じかというのはわからないですけども、おそらく一般的な、はい、まあ大学病院なのかクリニックかでちょっとわからないですけども、はい、まあ機械としても設備投資すごいですから置いてないケースが多いんですよね。はい、なるほどなるほど、だから本当は、はい、体をこう歩行するとか、ね、その後多分少しぐらいジョギングするのかわからないですけども、軽快に動くにはそれなりの重さの負荷を、はい、その筋肉を鍛えるのにかけないといけないですけども、はい、多分やってないと思うんですよね。なるほど。はい。うーん、だからここで今話こう2つ振りましたけども、必要な瞬間にっていう体の使い方が一つと、はい、そもそもそれを支えられる筋肉がまだ足りてないのに始めちゃってる可能性ありますよね。なるほど。この二つがあるわけですね。はい。で、それは前提条件なんですけども、はい、これ面白い話なんですけども、鍛えていくときに、痛みとか、まあ、まあ、膝なんで、水が溜まったとかっていう、炎症反応っていうのがあるんですけども。何反応ですか？炎症反応。炎症反応。はい。だからなんか打撲してドーンって当たった時に、その後、出血し、内出血したりとか、水溜まったり、すごく熱くなったりとかっていうのが炎症反応ですね。はい。まあ、その反応自体は、組織を修復しようっていう、そういった、反応の始めなので、すごいとても大切な反応ですけども、まあ、それが過ぎると、過ぎるっていうか、過度になると、はい、せっかく、筋肉を鍛え刺激をしても、刺激をして普通でしたら、はい、休息を置いてる間にちゃんとした局所に栄養がこうあると、はい、タンパク合成って言うんですけども、はい、筋肉の繊維がこう太くなって、で、筋の、収縮力が上がっていくんですよね。だんだんちょっとちょっと難しいですよね。そうですね。ちょっと、難しくなってきたんですけども。はい。はい。でも、まあ、体の中にある、各、組織は必ず、何かしら、こう、引っ張られたり押されたりっていう刺激が あると、そういう刺激がある時にだけ働く、丸々が細胞っていうのがあるんですよ。丸々が細胞。はい。それが、繊維の、中にあるだと繊維が細胞とか、骨の中にあるのは骨が細胞とか、はい、その iPS 細胞じゃないですけども、はいはいはい、刺激があった時にだけそれが眠ってる丸々が細胞、繊維が細胞とかが、はい、働いて、新しくコラーゲンとか、聞いたことあるでしょ、梅島のコラーゲン。コラーゲン、はい、はい。とか、まあ、プロテオグリカンとか、なんか難しい、まあ、組織を構成する材料を作ってくれるんですよ。はい、あ、なるほど、なるほど、はい。だから本当に構造的に、それが、密度がこう増えて、こう、丈夫になっていくのが、はい、超回復っていう過程なんですね。ある刺激を入れると、はい、前回の刺激に耐えられるように体が準備して、うん、まあ、細胞を増やしたりとかっていうのと同じように、はい、組織が強くなるんですよ。はいはいはい。はい、で、それの法則を利用して、まあ、強くなったところで、その強くなったのに合わせて負荷を適度に上げて、ちょっとだけ。上げて、まあ、筋トレなら筋トレとかってすると、はいはい、またそのちょっと上げた負荷に対して適応して、もっと強くなってっていう風なステップが本当はリハビリの原理原則なんですよ。なるほど。でそれをちゃんと、多分理解してないんじゃないかな、理学療法士なんだけども。そういうことですね。はい。あ、その段階的なステップがあるんですね。あります、あります。リハビリにも。はい、いきなりちょっと無茶な負担をかけ、負荷をかけてやってしまうと、筋肉が追いついていかなくて、そもそもちょっとダメみたいな。そうです。はじめは割と、まあ、ゆっ
くりというか、負荷は軽めで。いや、もう、なんか、どんな症状かわからないですけども、はい、例えばもう歩けないとか、いう話であれば、症状にもよるわけですね。はい。もう筋肉を、はい、収縮するだけとか、膝の関節動かさないで、ただ力を入れるとかって、はい、そこから、力入んない人もいるんですよ。なるほど。はい。そういった意味では、もうちょっと具体的な質問が欲しかったですね。欲しいですね。すごく、これはこれですごくざっくりにしてるんですけども。はいはい。で、ある程度こう鍛える、ある程度ってじゃあどんぐらいっていう話になると、今度は、いや、体重を支える、あるいは歩行するための、はい、じゃあ重さを耐えられるっていうと、じゃあ、体重のどれぐらいだとか、うん、あるいは、うん、まあ一番簡単なのは、うん、怪我をしてない方と、うん、同じ、もしくは、まあ最低でも1、うん、2割減ぐらい、80% ぐらいの筋力はないと、やっぱり厳しいですよね。ああ、そういうことですね。はい。っていう、そういう具体的なね、やっぱ分かってる数字っていうのはあるので、そうですよね。はい。そういうのが多分この、病院が作ってる、まあ、うんうんうん、プロトコールって専門用語で言ってますけども、はい、膝をこう、強くして、片足立ちになって、で、さらに歩行してとかって、うん、そういう順序だった過程の中でのプログラムで、はいはい、必ず膝は、こんぐらい動かないといけないとか、筋力がこれぐらいっていうのが入ってないんじゃないかな。ああ、そういうことですね。なるほど。まあ、そうすると、まずはその症状から、まあ、そこから、まあ、分析なりをして、それに見合った、はい、まあ、負荷というか、そうですね。をちょっとずつかけていくっていうような。三島さん専門じゃないのに、こう、わかりますよね、はい、こういう話って。わかります、わかります。はい。はい。スポーツだったり他の分野でも多分同じなんですけども、ね、まあ、算数を小学生がこう、うん、理解するのと同じように、うん、なんか、ちゃんとクリアしてった上で、うん、いきなしやっぱ、はいはい、ククとかやらないと思うんですよ。確かに。もうわけわからなくなっちゃいますね。いきなりククやったら、はい。はい。だからやっぱ踏むべき段階踏んでって、っていう風にやっていけば必ず、はい。強くなったりとか、はい。動作って身につくんですよね。なるほど。そういうことですね。じゃあまずはそのステップを踏んで、徐々にっていう。はい、で、その時に、ククでつまずく人もいるじゃないですか。あ、います、います。なんか、はい、7の段が弱いとか。で、その時に、はい、7、1が7、7、14とかっていう、7をスタートじゃなくて、例えばひっくり返して、はい、まあ、頭の中でいいと思うんですけども、7、1が、はい、1、7が7とか、7にいくつだっけって言った時に、2、7、14とか、なんか覚えやすい違う角度から言うと、溶けちゃうとかって多分、はいはい、あると思うんですけど、とか、鶴亀山とか、まあ、いろんな方法が、ダメ、これがダメだったら、こういう方法が、みたいな、そういう抜け道じゃないですけども、はいはい、プログラムがうまくいかなかった時に、こういう視点から見たらどうなのかなっていう、はい、そういうのがあるんですよ。なるほど、はい。柔軟性がちょっと必要になる。そうです、そうです。だから、まあ、仮に、こういう膝が安定しないって言った時に、はい、なんで安定しないのかな、うんうんうん、ね、今日話したのは筋力の、まず出力の話ですと、うん、使い方しか言ってないですけども、それを違う視点だったりとかって、ちょっとあるんですよ、そういう、まあ、使えるテクニック、理論、テクニックみたいな。はい。それはでも、気づかない人もいるわけですよね。いや、ほとんど知らないです、それは。はい。はい。それは知ってるか知らないかなんですかね。そうですね。そんな、難しい話じゃないので、でまたなんか次回、こう、機会があれば、ね、はい。はい。わかりました。ありがとうございます。いや、まあ、もうちょっと細かいのは ね、相変わらず、はい、詳細なものを ね、あればあるほど、ビシッとこう、答えられますんで。じゃあ皆さん、より詳細な質問をいただけると、ね、より的確な回答が、はい。多分聞いてる他の人もね、すごい参考になると思うんですよね。そうですね。そうですよね。聞いてる方もイメージしやすいと思いますんで。はい。では本日もありがとうございました。ありがとうございました。はい。今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では土屋順次への質問を受け付けております。ウェブ検索でオランダ都市 DMT と入力し、結果に出てくるオフィシャルサイトにアクセス。ポッドキャストのバナーから質問項目をご入力ください。またオフィシャルサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。
それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供日本オランダ都市療法協会、ナレーションボイスアップマスターコーチ春でお送りしました。